やっとんじゃんお前、おい。でも何やっとんじゃん。今日はいいけど、まあ、こんな野球やっと今日じゃまあかんな。うん、で、君の受けるもんな。今日、上はいけんな。やっぱりいくら点開いてもね、決めるとこは決めんとあかんな。監督が悪いんだよ。来シーズンにね、あ、最近なんか暴力を打ったとなんとか書いてあるけど、はい、書いてました。あと、自分のパッタチームのベンチで何人行ったことあるんです、うん、それダメです。それはダメの発想です。最近じゃあかんの、あかんの。だいたいコーチ経験ないですから、なんかゲームもんで引っ張ったら、カズキが一番良かったな。カズキ良かったですね。良かったな、カズキ。やっぱりカズキさんはやっぱりね、二軍監督も好きですよ。ドラゴンズ代打いたしました赤坂がそのまま入りライト。同じく代打いたしました伊藤慎吾に代わりまして、ピッチャー井上、キャッチャー桂に代わりまして小田、5番ライト赤坂、8番キャッチャー小田背番号52、9番ピッチャー井上背番号53、以上に変わります。来シーズンにつなぐような野球やらなきゃ。そういうことだな。ああ、今でもさ、ね、1点取り行くような野球やらなきゃな。ガッツガッツ、いいぞ。来シーズンもこんな野球じゃ最下位だな。そうです。やっぱりね、まあ、監督は一点を取り行くかなってことを浸透させなあかん。だから選手を伸ばすために打たしてバックを打ってね、そういう野球じゃあかん。もうちょっと厳しさをね。ああ、そうそう。9回の表、バファローズの攻撃は7番ファースト伏見。結局2軍の選手を伸ばすとこだっていう考えがあるもんね。ガチャ行こう。これ兄さんで一撃どこだろう。そう、ドキ打ち切りだもん。打ち切りだもん。初めからもう伏見自分で持っていく。上位行ったことないだもん。5位から上行ったことない。もう5月からずっとあるな、再開。こっちの打ち切りの方が2位に。再開に出てくる。ちょっと、どこになってんの。4位に5ゲームの話だとして、どうでもいいじゃん。なんだな。ソフトバンクに22敗もしとる。せめてね、一勝ぐらい背中は。いい球だけよ。強いとこだってや。ああ、丸くないよ。締まるくない。締まるくない。丸くないよ。八番ライト吉田優斗。二軍でも一軍でもね、野球は基本的には一緒なんだもん、ね。そうだね。そう、一緒なんだもんで、勝てる試合は勝ちに行かないと。結局そういう考えだもんで、打たしたり打たれても続投だっていうのは多いから。ああ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 頑張れとかってことは言うだろうけど、お嬢さんばん試合で見せなない監督はあかん。3年連続3回じゃね、バッターお嬢さんばん守るよ。何の時で最下位で最低最低佐久間さんでもう一旦変わるかなと。そう最近だね。今開けるんだよお前は。だからな、
取れんな。ラッキーじゃお前。開けんなよ。車とか。車とかじゃあかんな。赤坂ライト。お前これ忘れや。いいバッティングじゃ9番。入ったよ、これ入った。
入った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 。ただいまの試合はご覧のように8対5を打ちましてドラゴンズが勝ちました。勝利投手川崎、勝利投手川崎、敗戦投手井川、敗戦投手井川でございました。皆様、本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。お客様に明日のゲームのご案内